はい、皆さんこんにちは。ゆうカフェのゆうかです。今日は何を皆さんにお届けしたいかというと、ずっとねやりたかったんだけどやってなかった What's in my bag をやってみようと思います。私のカバンの中身ご紹介いたします。で、今日はお出かけ用のバッグの中身をご紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。レッツゴー。まずバッグはというと、じゃじゃん、こちらになります。これはね、全くブランド物とかでは相変わらずなくって、新婚旅行でねタイに行った時に、タイのマーケットで可愛いカバン屋さんがあって、でそこでオリジナルで作ってるっていうカバンを購入してきたんですけども、そのカバンに入れてます。で、まず何が入ってるかっていうと、一個一個見ていきましょうか。はい、それでは一つ目はね、もちろん私の携帯になります。こちらね、これはいつもだいたいカバンの中かコートのポケットかに入ってるものです。2つ目、じゃん、まあこれは今ね撮影してるから中にはカメラはないんだけど、いつもこの撮影してるカメラをここに入れて持ち運ぶようにしてます。外にいてもなんか、あ、これ撮りたいなって思う時が多いので、いつも持ち運ぶようにしています。このカメラケースの中にあのイヤホンっていうのも一緒に入れちゃってます。4つ目、これもカメラ系のアイテムになります。これはあのダイソーで売っているちょっと低めの三脚、カメラ三脚みたいなんですけど、やっぱりこう Vlog 撮るときとかカフェに行って撮りたいときとかも多いので、こういう風にカメラを持って撮れるようにだったりとか、あとちょっと置いて撮りたいなっていうシーンがあった時は、こうカメラをどこかに置いて撮りたいっていう時も多々あるので、それに備えて安めの撮影用部品っていうのは持ち歩くようにしています。5つ目、じゃじゃん、お財布になります。これはケイトスペードのものです。2、3年前の誕生日にねお姉ちゃんにプレゼントしてもらったもので、すごくね使いやすくて、何年も使ってるけど全然まだまだいけますって感じです。これよりもうちょいちっちゃい、こう本当にちょっとしたお出かけ用の財布っていうのは今度買おうかなと思ってます。6個目、じゃん、このサングラスケースというか、メガネとかサングラス入れとくケースなんですけど、最近ハマってるねサングラスがこちら。この間東京のフォーエバーに行った時に買ってきたものなんですけど、うん、これにハマっていて、結構出歩く時は持ち歩くようにしています。7個目、ヘア系ですね。こちらの前髪とかカールするのに使うカーラーっていうのを一応持ち歩くようにしています。なんかあの移動中にね、韓国とかだとバス長く乗ってる間とか、あと車の中でポッてこうできるように、カーラーはいつも一応カバンの中に入れておくようにしてます。8個目、この櫛、これね、私多分オリーブヤングで買ったんですけど、韓国のなんかね、これで溶かすとすっごいサラサラになるんですよ、髪が。なのでこの櫛は本当に長年、韓国来てからずっと使ってるかもっていうぐらい、うん、小さめなので持ち運びにも便利だし、この後ろに鏡がついているので、ちょっとメイク確認したい時とかはすごい便利な櫛になってます。9個目、こちら、じゃん、これもヘア系ですね。アロマキフィでいいのかな、のオーガニックヘアバターラベンダーバーガモットのヘアトリートメントだけど、バタータイプのヘアトリートメントです。これはね、結構髪がまとまらない時とか、外に行ってオイル塗ったけどそのオイルちょっとなくなってきちゃったなっていう時に、たまにねお直しで使うようにしてます。10個目、もちろんポーチになります。詰め込んでるなって感じなんだけど、いつもちょっとこれね、遠出のお出かけ用なのね、この量は。結構近くまで行くとミニサイズのこういう系にまとめちゃうんだけど、ほぼほぼリップ系だけ持っていくことが多いんですけど、ちょっと遠出のお出かけだと一式メイクできるかなぐらいの持ち歩くようにしてます。このポーチの中身っていうのはこちらで確認できるようになってます。もしよかったら見てみてください。で、あとは11個目、はじゃん、これはコンビニだけど、まあ無印の商品なんですけど、これ購入してみました。これお化粧水なんですけど、しっとりタイプで、外にいたりとかお化粧直しするときに、最近ね炎上にっていうのかな、斑点みたいにお化粧が崩れちゃうときがすごく多くって、エアコンのねそばにずっといたりとか、なんかこうミーティングとかがあって、一つのそのエアコンのガンガン効いた部屋に何時間もいたりすると斑点みたいになってることが多いんですよ、私は。なのでそれをちょっとお直ししたりだとか防ぐために、
ちょっと頻繁にこういうしっとりタイプの化粧水だったりとか美容液だったりっていうのをこういう風にこの辺目の周りとかあと斑点になるようなエリアに乗せてあげて、あとはパフで抑えるっていうようなお化粧直しの仕方をしています。なのでそれをやると一気にねなくなるので、これは冬の間は持ち歩くようにしてます。あと最後ラスト、これラストでいいのって感じなんだけど、これキャベジンとか私結構こう見えて胃がすごくよ、胃腸が弱くってもたれやすかったりとかするので年かって感じなんだけど、ごめんね本当に。キャベジンとかあとビオフェルミンとかあとミドリムシのサプリとかを入れてます。はい、こんな感じで、あとはもうなしだね、じゃん。はい、こんな感じの12個の私の What's in my bag だねでした。まあ特別なものは特に何もない普通のバッグの中身になっちゃったんですけど、でもやっぱり仕事柄というかYouTube やってるので撮影系のグッズっていうのは常に持ち歩くようにしてるかなと思います。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。 Instagram と Twitter のフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョー。